イタリア船籍のコスタセレーナが県内に初めて寄港しました。今年度新潟を訪れたクルーズ船では最も大きく、経済効果は2000万円とも言われています。今日午前、新潟東港に入港したコスタセレーナ。コスタセレーナ号、近くではカメラに収まりきらないほどの大きさです。今年度県内に寄港する船としてはダントツで大きいということです。全長290メートル、総重量はおよそ114,000トン。おととい韓国を出発し、乗客2000人を乗せて新潟に初めて寄港しました。県によると、経済効果はこの一隻だけで2000万円に上ると見られています。Very glad to see new things about Japanese. I think ancient house and brewery factory, something like that. Niigata is famous for rice and sashimi. Okay, good. We love sashimi. 今日は特別に船内が公開されました。船内にはレストランやショップなどさまざまな施設が。日本ではできないカジノも併設しています。船の中にコンサートホールがあります。毎日恒例の公演が行われているようです。こちらは2番目に高価だというスイートルーム。バルコニー付きでホテルのような装飾が施されています。船内では初寄港を記念し、歓迎セレモニーが開かれました。観光客は主にバスで新潟市内や弥彦神社などをツアーで巡り、先ほど午後6時に函館に向け出港したということです。